登山好きな山ガールの嵐山の一日の作戦はこちら。京都一周トレイルのちょっと険しい嵐山登山と渓谷ハイキングを楽しみ、保津峡に走っている素敵なトロッコ列車に乗って嵐山駅に帰ってきます。そこから食べ歩きや京都グルメを堪能するスペシャルプランです。おはようございます、ヤギちゃんです。今私は京都嵐山駅におります。今日はここから嵐山のお手軽ハイキングと名物の保津峡のトロッコ列車に乗っていろいろ観光回っていきます。嵐山駅からまずは嵐山にハイキングで向かっていきます。で、帰りは保津峡から佐賀駅までトロッコで18分20分ぐらい乗って帰るんだけど、チケットの予約ができなかったので当日券を朝9時くらいに佐賀駅で買ってきました。切符はトロッコの走る佐賀嵐山駅で調達します。登山口は阪急嵐山駅なので注意が必要です。売り切れていたら困るので朝の結構早めに買いに行きました。実は嵐山と亀山から乗っても同じ料金880円なんだけど、保津峡から嵐山駅までの帰りの切符を購入しました。9時ぐらいだと座れる席は完売。無事ゲットできたので今日は3時ぐらいまでに保津峡に着くようにハイキングをしていきます。今日もモーニング美味しそう。のんびりと素敵なモーニングを食べている間に本日のハイキングデータはこちら。コースタイムは4時間、高低差は 700m と初心者に最適のコースとなっております。距離も7キロくらいなので楽に歩くことができますよ。入り口はここです。京都一周トレイル西山の26番から行っていきます。あ、オーケー、ありがとう。竹が出てきた。綺麗だな。京都一周トレイルの看板29。あ、右はダメ、左に向かいます。竹の道からなんか木の道に変わりました。綺麗だね。嵐山駅から歩いて40分ぐらい、じゃん、1個目の山頂松尾山に着きました。276m です。京都一周トレイル西山のポイント35、ベンチ。あそこにベンチがあってすごく綺麗。よっきー。どんどん進みます。西山33番の分岐、ここから嵐山方面に向かいます。保津峡へは通行不能って書いてあるけど、山っぷでは行けそうな感じらしい。さっきの右道から右にちょっと上がっていくと
ここが嵐山の城跡。へえ。城跡の城跡で。本当だ。見て。嵐山城跡って書いてあります。倒木がすごい倒木があって、よいしょ。あそこが嵐山の城跡でした。ここからまたさっきの道に戻って嵐山の山頂に向かいます。すごい探検みたいだ。めっちゃ木が倒れてるの。見てこの立派な根っこ、すごいね。また登りだ。道は歩きやすいんだけど、ちょっと登ったり降りたりが少し激しい道ですね。嵐山駅からちょうど1時間ちょっとぐらい、嵐山山頂382メートル。ここから骨橋まで降りていきます。いっぱい人がいる。してる、綺麗。いいね。どんどん行きます。ピーピースピースピー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 。もうちょっと山の緑を火災から守ろう。歩きやすい本当に。今日の駅まではあと少しです。なんかすごく時間かかると思ってたんだけど、予定よりも1時間くらい早く下山ができそう。お昼ご飯も食べてないし、休憩もせずにスタスタ歩いてたからね。本当にね、ずっとこういう道で歩きやすいから、あのスニーカーでも行けそうな道コースです。夏はちょっと暑いかもしれないんだけど、秋とか冬にすごくいいハイキングになりそうです。最後だけちょっとだけ急な道が続きます。保津峡の線路のところまで降りてきました。すごい。ここの線路の下を、すごい、あそこ見て見て、すごいかっこいい。この電車が通るんですね。この線路の下をくぐります。お邪魔します。あ、よいしょ、よいしょ。え、すごい、なんかタイムスリップできそうなレンガの、かっこいい、なんだろう、スポンジみたいのがついてる。へえ。で、この保津の川をに向かっていくと、すごいね、千と千尋のトンネルみたいです。おお、綺麗、すごいね。綺麗。落ちたら結構やばい、10メートルぐらいありそうなところです。やばい。おー、
レトロな感じ。橋渡ってきました。ちょっとね、頑張って早く歩きすぎたせいであと30分ぐらい時間があります。うろうろ、トロッコ保津峡駅、すごい迫力。嵐山着きました。長かった、やっとご飯食べれる、お腹減った。嵐山駅に降りてからは有名な竹林を見たりしたけど、お腹が空きすぎて記憶がありません。お豆腐屋さんに入りました。頼んだのは手桶組み上げ湯葉御膳。おー、あったかい湯豆腐に、初めて食べる組み上げたての手桶に入った湯葉。いただきます。おー、これが湯葉か。豆乳漬けの美味しいお豆腐みたいな感じでした。体に優しいお味、あったまる。というわけで今日は京都のトレイルと観光とグルメ楽しみました。次回は初の雪山避難小屋泊か、関東のとってもおすすめな低山登山の紹介です。またねー。